はい、皆さんこんにちは。エネルギーナビゲーターの大畑晴美です。今日はいよいよ、2月にですね、星読みつれずれぐさジャパンプロジェクト2018年としてですね、私の先生でもいらっしゃるんですけれども、世界的な、進化先生学の第一人者であるマウリス・フェルナンデス先生によるアストロロジーワークショップを東京で開催することになりました。日程はですね、2018年2月16日金曜日とですね、2月17日土曜日、1日かけて東京で開催します。今日はその詳しいお話を皆さんに動画でご説明しますけれども、ですね、1月の、これがまあ開催校ですね。よろしいですか。で、先ほど別のね、簡単な動画でですね、その事前にですね、特別無料ウェビナーを来週1月21日の日曜日に、10時から11時、朝の10時から11時で開催します。このウェビナーにお申し込みをしてくださった方だけがですね、特別料金で、特割価格で申し込むことができますので、ちょっと興味がある方はですね、必ずこの特別無料ウェビナーのお申し込みはしておいてください。お申し込みをして、その後必ずそのお申し込み完了のお知らせメールの中についているウェビナー登録のリンクからウェビナーの登録をしてくださった方だけに、特別割引価格で購入するリンクがついたメールが届きます。はい。そのことはですね、別の動画で詳しくお話しているので、それでは今日はですね、この、2018年の、プロジェクトがどんな内容かということを簡単にご説明したいと思います。まずマウリス先生なんですけれども、簡単にここに書いてますけれども、マウリス先生本当にね、もう20年以上ですね、アストロジーを、ずっと研究なさっていらっしゃいます。先生の先生はですね、ジェフ・グリーンさんという、この進化先生学を開発なさった先生なんですけれども、マウリス先生はそのジェフ・グリーンさん先生から、楽器本になってですね、それからですね、もさらにですね、研究を進められてですね、今は独自のコンシャスネス、アストロジー・オブ・コンシャスネスという、そうですね、私は魂中心のアストロジーと呼んでるんですけれども、ですね、私たちの出生図ですね、ネータルチャートと言いますけど、いわゆるホロスコープをですね、ただその人の性格などを見たりとかですね、いろんな使い方があるんですけれども、もっとそれを含めてですね、魂がなぜここに来て、どんなことをして、どういう進化を遂げてきたかというですね、そういったことまで読み解くことができるのが進化先生学なんですね。で、それの中で特にですね、まあ、海王星12ハウス魚座についてはですね、本当に世界中探してもマウリス先生ほど一番私が分からなかったところなんですけどね、この海王星のエネルギーとか魚座とか12ハウスというのはいまいち自分でも勉強して分からなかった。そこで何かないかなと思って探した時に、このマウリス先生の海王星という本に巡り合ったのが10年ぐらい前です。その時からもうぜひこの先生について学びたいなと思っていたんですけれども、まあ、その頃はですね、私もフルタイムの仕事がありましたから、なかなか、単発のワークショップなんかでセミナーウェブナーなんかね受けてもね、先生の今私が、去年から弟子入りしてますけども、サーティフィケーションのですね、こうクラスはものすごいインテンシブなんですね。だけど、本当にね、やっぱりこの先生についてよかったなって思う方です。授業の後いつもすごいなと思うんですよね。でその先生がね、日本に来てくださるっていうことで、晴美一緒にやろうかって先生の方から言ってくださった。だから本当にもう私はただただ感謝でいっぱいです、ね。で、詳しいお話は今度の無料ウェブナーで先生から直接ね、ご自分の自己紹介していただきますから、私が通訳しますけれども、で、実はですね、今日新しい、この間ちょっとご案内、コンシャスネスアストロジーの皆さんとか、そうだ、今度の新月の動画で、説明してますけど、それプラス先生と相談をしてですね、先生の方から、16日の金曜日はですね、午後6時半からになります。会場の都合で7時にしたかったんですけども、9時にぴったり片付けて出なきゃいけないので、6時半から8時半でセミナーを開催します。17日も16日もですね、場所はですね、
東京の茅場町の駅前のハロー会議室を借りています。東西線、日比谷線は、12番出口の目の前だそうです。まだ私行ったことないんですけれども。で、日本橋、浅草、東映浅草線は日本橋の駅から D1 出口を出て徒歩3分ということで、なるべく、立地のいいところを探して貸し切りでしていますので、ぜひぜひ皆さん参加してください。でですね、この16日の方はですね、アストロロジーのことはあまりわからない方でも、必ず何かいいなと思うことがわかると思います。ですからあまり詳しいアストロロジーの情報を知らなくてもですね、知識がなくても参加することができます。で、2018年から2020年が本当にですね、何千年に一度のですね、すごい星のエネルギー、サイクルが来るんですね。で、私がですね、もうすでに第3回の有料ウェブナーで昨年、詳しくその、お話をしています。それをもっと進めてですね、先生の視点で特に大事なことを今回はお話ししていただくことになっています。で、興味のある方はですね、この第3課のウェブナー今でも、受け付けてますので、この後この動画の下にですね、リンクを貼っておきますから、そちらから興味のある方はぜひ参加してみてください。それを参加した上でですね、このワークショップに参加されると、セミナーに参加されると、きっとですね、理解がもっともっと深まると思います。で、さらにですね、今日先生の方からお申し込み、ご提案があったんですけれども、この先生はですね、先生学だけでアストロロジーだけではなくてですね、アフリカで生まれてるんですね、先生は。で、イスラエルで教育を受けて、その後フランスの方に行かれて、フランスで教育を受けてということで、本当に変わったバックグラウンドをお持ちなんですね。で、アフリカにですね、今ホワイトライオンと言われているライオンが今もういるんですけれども、そこのところからね、ホワイトライオン、ライオンシャーマン、の教えというですね、そういうリチュアルをですね、やってらっしゃいます。で、シャーマニックノレッジっていうんですけれども、で、このことをですね、ぜひ皆さんにお伝えしたいというふうに先生がおっしゃっています。たった15分なんですけれども、そのことがですね、アストロロジーとどう結びついていくかというようなことをですね、お話してくださると思いますので、こちらも今日はここにこのプログラムの中に入れました。詳しいことはですね、多分ウェブナーの方で先生の方から少しご紹介してくださると思うんですけれども、先生の方からこちらのですね、このミステリー・オブ・ホワイト・ライオンという本がですね、リンダ・タッカーさんのすごく有名な本なんですけれども、この本の日本語訳が出ています。東海恵美子さんという方が訳してくださっているんですけれども、こちらのリンクの方からですね、この本にアクセスすることもできます。Kindle だとすごく安かったですよね。実際の本、私も実際の本持ってないので、もうこちらで注文してるんですけれども、先生はこの東海恵美子さんとも、ご面識があってですね、もしかしたら恵美子さんも、このセミナーに参加してくれるサプライズがあるかもしれません。なんか先生がそんなこと隠さずしてるようなんですけど、もう言っちゃったらサプライズなくなっちゃいますけどね。でも、とにかく、アストロロジーだけじゃなくてですね、先生のすごいところは、クンダリニヨガもやるし、とにかく先生のワークショップに行ってもですね、もうこういう、弟子の私たちはですね、本当にもう全身を使って宇宙のエネルギーをしっかり感じ取るようなトレーニングをされます。で、本当にね、非常にスピリチュアルな側面のアストロロジーなんですけれども、スピリチュアルなことが大好きな方はね、なおさらいわゆるスピリチュアルな教えをもっと目に見える形でしっかりと具体的に、表しているのがアストロロジーなんですよね。だから非常に科学と
こう、なんていうの、スピリチュアルが融合しているというかね、サインで言うと、天秤座、ごめんなさい、水瓶座がアストロロジーを表すんですけど、天王星とかね、その辺のお話もですね、先生今回するかどうかわかりませんけど、私のコンシャスネスアストロジー入門コースの12サインのアーキタイプで詳しく、解説しますので、そちらの方も受け付けてますから、これからもね、ぜひぜひ参加してみてください。はい。で、17日の方は1日かけて朝10時から午後4時までの1日ワークショップになるんですけれども、こちらはですね、この進化先生学肝の部分ですよね。魂がどこからやってきたとか、何を学び、何を成し遂げたくて今ここに生まれてきてるのか、そういった私たちが何のために生きてるんだ、なんで私は生まれてるんだというようなことがですね、その魂が持っている意思をですね、ホロスコープの中から読み解く技法があります。ここが本当にね、なんていうのかな、この進化先生学から端を発した先生のコンシャスアストロジーをコンシャスネスのパワフルなところなんですけど、そこの一番肝になるところを先生がですね、詳しく解説してくださいます。こちらはですね、やはりアストロジーの基本知識がなければちょっと難しいかもしれません。それでも頑張って出てみようという方はぜひぜひ大歓迎します。一人でも多くの方に、ここに参加していただきたいので、ぜひこのリンクとかですね、動画を皆さんにシェアしていただきたいんですけれども、ご協力をよろしくお願いします。もう一回会場を言いましょうね。会場はこちらの、会場になります。そして、私のこれは紹介ですけれども、まあ、いつもお話ししているので、今日はこのくらいにしますけれども、無料ウェビナーはですね、1月の21日の10時から11時になります。ウェビナーですから、当日参加できなくても、後から動画で視聴することは可能です。ですけれども、特別価格で割引価格でワークショップに参加するためには、これの事前お申し込みフォームでウェビナーの方を申し込んで、ウェビナーに登録していただく必要があります。はい。プログラムの参加費用ですが、今回特別に先生が本当に、日本の皆さんに一人でも多くの方に来ていただきたいということで、なんとセミナーの方は1万2000円で提供することにしています。100人入る会場を借りてますので、それでもですね、先生 の渡航費、それからホテル代、そして私の渡航費、ホテル代で会場費とか考えますと、本当にたくさんの方が来てくださらないと、なかなかこれで収益出すのは難しいんですけれども、あえてこの価格で皆さんに提供してますので、ぜひぜひ皆さん、ぜひいらしていただきたいな、それだけですね。で、ワークショップの方は1日ワークショップなんですが、3万9000円で、ご参加いただけます。両方とも申し込みた来たいという方はですね、 5% の割引をさせていただきます。ところがですね、今の特別ウェビナーに参加した方は特別割引で参加できます。その代わり必ず事前にウェビナーの申し込みをして、ウェビナーの登録をしてください。で、条件はですね、この登録をした方に、この特別価格で 10% 引き、そして一括割引の場合は 5% に 10% が重なるので 15% 引きになるんですけれども、この価格で、参加できますが、必ずですね、入金を1月の31日までに完了している方だけにこれは適用されます。2月1日以降は、すべて、一般参加の通常価格になります。はい。コンシャスネスアストロロジー入門コースの受講者の皆さんには、ウェブナーを登録しようとしなかろうとですね、特別優待参加費がで、参加していただくことができます。こちらはですね、コンシャスネスアストロジー入門コースの受講生の皆さんにはもうすでに、この特別価格で、申し込めるリンクのついたメールを差し上げています。皆さんにはですね、ちょっとさっき言い忘れましたけど、特別ウェブナーはですね、第4回のコンシャスネスアストロジーのセッションと重なってしまったので、先生のご都合で、セッションは、10時からではなくて12時からに変更になっています。そのことだけは、ちょっと、
今もう一度ここで、皆さんにお知らせしておきますね。はい。で、こちらの場合もですね、入金の手続きがですね、1月31日までに完了した方だけが適用されますので、そのことだけはご注意ください。さあ、申し込みの手順なんですけれども、このリンクですね、下にも貼っておきますから、それからこちら あのご案内をですね、PDF にしてですね、ダウンロード、ご覧になることができますので、そのリンクも貼っておきますね。で、まずは、受講、ごめんなさいね、ウェブナーの受講はですね、こちらのフォームズのリンクから入ってください。そうするとですね、受講申し込みが完了しましたというメールが届きます。その時にですね、ウェブナーの登録フォームのリンクがついたメールがついになります。そのリンクからですね、ウェブナー登録をします。リンクをクリックすると、こういう、情報が、このお名前とね、姓、名前と、名字を入れてですね、メールアドレスを必ず入れてください。2回ね。そしてこの、登録を押します。そうすると、登録が完了しましたよというウェブナーの登録完了のお知らせメールが届きますが、そこに、特別価格で申し込めるリンクがついています。そのリンクからですね、またフォームズの申し込みのリンクなんですけど、そのフォームズの方に行っていただいてですね、購入することができます。お支払いは、PayPal で、申し込みが、そのフォームをクリックするとですね、ここですね、ここに書いてあるんですけど、この通常価格、こちらからお申し込みできます。そして、どこに参加したいということをね、はっきり書いていただくとですね、そのお申し込みが完了しましたよというメールの中にですね、お支払いのリンクがついています。ワークショップだけを申し込まれた方、セミナーだけを申し込まれた方、両方申し込まれた方用のリンクが3つついてますので、その皆さんが申し込まれたリンクのところをクリックしていただくと、PayPal の、支払いする画面に飛んでいきます。PayPal での口座をお持ちの方は PayPal に入っていただいてもいいんですが、PayPal の口座がない方はですね、PayPal にログインしないでクレジットカードで払うという方を押していただければ、そこから、クレジットカードで決済ができます。どうしてもですね、クレジットカードが使えない、持ってないという方はですね、振り込みのでも受け付けますので、その代わり振り込みの手数料は、参加者の方の負担になりますが、それは、申し込み用紙の中にですね、登録フォームですね、申し込み用紙の中の、メモ欄のところにですね、振り込み希望というふうに書いてください。よろしいでしょうか。はい。ということで、こちらのイントロのウェブナーですね、ここから申し込んでいただけますけれども、その辺の詳しいところはですね、またこちらの、このインフォメーションの方から詳しくご案内差し上げますので、こちらの方もですね、下の方にこのリンクを貼っておきますから、ご覧くださいね。はい。それでは皆さんに、一日も早くですね、お会いできるのを楽しみにしています。それからですね、私の個人鑑定を数名だけ受け付けます。もうすでにもうほとんどいっぱいになっているんですが、2月の15日でしたらお二人ぐらいだったら、今あと個人鑑定を受けようと思っています。そうですね、最大で3人までですかね。一生に一度の首相図鑑定の方はですね、3時間から4時間弱かかる、鑑定になるんですけども、対面鑑定の場合は100分の鑑定になります。詳しいことはですね、興味のある方は、おはるみおはた .com の方からですね、私に、ジャパンプロジェクト対面鑑定希望というタイトルでですね、メールをください。あと2、3人だけなら受け付けることができます。はい。それでは、
皆さんとお会いできることを楽しみにしています。早速、ウェブナーの申し込みをしてくださいね。よろしくお願いします。See you. Thank you.